カンフー界の偉人ラムチェンインの意志を継いだ新同士が再び活躍。自分が小学生の頃、キコ、キョンシーズ、1987年から、というドラマがとても流行っていた。基本的にはコミカルだがなかなか怖く、主人公のテンテンに淡い恋心も抱いていた。どうしてもあのお札が欲しい、キョンシーごっこがしたい、とせがむ僕のしつこさに負けた兄貴が、黄色のチラシをお札サイズに切って、赤い筆ペンで、お札、と書いてくれたことを鮮明に覚えている。毎週のようにテレビの中で大暴れしていたキョンシーだけでは飽き足らず、もっと強烈なキョンシーを求めてレンタルビデオを借りてみたのが、現在まで続くキョンシー映画の金字塔であり、最新作、霊幻道士 X 最強妖怪キョンシー現る、2019年の元祖でもある、第一作目の霊幻道士、1985年だった。サモハン・キンポーが制作総指揮を務めた1985年の香港映画、霊幻道士で主人公の道士を演じたのは、その後の霊幻道士シリーズで道士役を務めることになるラムチェンイン、ブルース・リーの信頼を得て数多くのカンフー映画で活躍した偉人であり、英春剣の使い手でもある。今回、霊幻道士 X で覇王道士を演じる陳秋豊は第一作目を含む複数作品に道士の弟子中サム役で出演しているが、1997年に亡くなったラムチェンインの遺志を継ぐ形で前作、霊幻道士旧オロチ道士の出現、2018年から道士を演じている。霊幻道士、一作目とリンクするかのような展開に燃える。さて、キョンシー映画最新作、霊幻道士 X のお話は、二人のダメダメ弟子を連れてキョンシーや妖怪退治をしている覇王道士が、掘り起こされた棺の中で山猿の姿をした伝説の妖怪、山、三将が眠っているのを見つけるところから始まる。そして、シリーズのお約束となっているドジな弟子の不手際や、出世を目論む警察のなんやかんやがあって、ついに山が復活してしまった。そんな中、兄弟子の中サムは古来から財宝を守る妖怪、鬼王、紅葉を尋ねるが、その美しさに心惹かれてしまう。本作には覇王同士の過去が垣間見えるセリフが盛り込まれていて、弟子が妖怪と恋をするシーンも第一作目とリンクしている。かつて、霊幻道士で幽霊と恋をしてしまう弟子を演じた陳秋豊が、道士となった本作で新たな弟子、イコールかつての自分にどのような采配を下すのか、役柄として完全にリンクしているわけではないかもしれないが、シリーズのファンならばかなりグッとくる展開だろう。もし一作目を未見の人は、本作の後でも構わないのでレンタルかサブスクで鑑賞することをおすすめしたい。これくらいの塩梅がちょうどいい。家族で楽しめるちょいコアホラーともあれ、霊幻道士の代名詞といえばキョンシーである。作品によって微妙に変化してきてはいるが、基本的にはゾンビと吸血鬼の融合みたいな存在で、亡くなった人がキョンシーになり、そのキョンシーに噛まれた OR 爪で殺された人がキョンシーになるという設定がほとんど。しかし本作を見ていて、あれ、キョンシー全然出てこねえじゃん、と首をかしげる人もいるだろう。副題にもある、最強妖怪キョンシー現る、は、あくまで、最強の妖怪キョンシー、イコール山、なのであって、最強妖怪のキョンシー、ではないのだ。と、俺は思います。
知らんけど、近頃はとにかくド派手な映画が多いから、本作のアクションではお腹が満たされないという人もいるかもしれない。けれど全体的にコミカルでホロッとできて、過剰にグロいシーンもなく楽しく見られる本作は、特に家族で見るのに最適。シリーズのファンだった親世代も、本格的なホラーが苦手な子供たちも一緒に見られる。そして、しつこいようだが鑑賞後は初代、霊幻道士、や、キコ、キョンシーズを見て、2010年代の締めくくりにぜひキョンシーの話題で盛り上がっていただきたい。うん、ゾニー、キングブラザーズ、霊幻道士 X 最強妖怪キョンシー現る、は、ノムコレさん、にて2020年1月10日、金曜日、よりシネマート新宿、2019年11月26日、火曜日、よりシネマート心斎橋で公開。